女子1万メートル決勝選手を紹介します。谷本七瀬名城大学。女子1万メートル決勝、まもなく 2000m の通過、6分38秒。この間の 1000m、 3分24秒。11時現在の残り3秒です。天候晴れ、気温37度、湿度 52%、 南の風1.2m でした。先頭 5000m の通過、16分30秒。この間の 5000m 3分15秒でした。
先頭間もなく 6000m の通過、19分の50秒、この間の 6000m、3分20秒でした。
29分56秒、この間の 10m、3分22秒でした。続いて大阪芸術大学の北川光です。